ないとわからねえか。潰しても問題ねえよな。おいてめえ、仲間に何してくれてんだ。よくも仲間たちをやってくれたな。夢、こいつは俺にとって夢なのか。俺は俺の国を手に入れる。違う、グリフィスの言うような具体的で到達点のはっきりしたものじゃ、高みで輝いているものじゃない。そう、これはもっと身近で俺の体の一部みたいなものだ。こいつのおかげで数えきれないほどの一瞬命をつなぎ、こいつがあったから俺はまた七に身を投げた。俺の生きてきたほとんどの時間、こいつは体の一部として傍らにあった。忘れられないこと、忘れられない人間、その全てを俺はこの切っ先で握った束を通して感じてきた気がする。いや、実際手で触れたものより剣で触れたものの方が何千倍も多いんだ。まるで俺が生きてきたことそのものじゃねえか。自分の命そのものが一瞬目の前で弾けているような気がする。火花、俺も惹かれているのかな。火花に剣と剣が弾き出す小さな火花、自分と相手の生きてきた時間、全ての思い、存在そのものをぶつけて散らすちっぽけな光、命が見えているんだ。俺は剣を振る。グリフィスの言う夢ってのとは違うかもしれないが、誰のためでもない。流されるわけでも、今度こそ自分の意志で、自分の一瞬の火花を弾き出すために。旅立ってから1年が経過していた。腕に自信のある者はおらぬか。功をあげれば褒美は思いのままぞ。何があるんだ。近々領内で大掛かりな盗賊狩りがあってな。貴様腕が立ちそうだが参加してみぬか。悪いけど興味ねえな。俺は強そうな奴と手合わせしてみたいだけなんでね。それならば問題ない。賊の女頭領というのが何でも大の男十人がかりでもかなわぬ凄腕の剣士らしい。女？一年前都で反乱を起こした元傭兵団、かの百年戦争では随分と活躍したらしいが。そう、鷹の段だ。鷹の段とその女首領のキャスカだ。なんだと。